はい、こんにちは。天気いいね。はい。もう皆さん知ってるかもしれないんですけども、私毎晩のように、夜生放送やってるんですよ。夜10時頃から24時まで、だいたい2時間ぐらいね。もう飽きもせずに毎日のように生放送やってるんですけども、麻雀の、対戦生放送やってます。セガネット麻雀 MJ っていうやつを、まあこれパソコンでもできるし、携帯でもできるんですけど、それをですねずっとやってます。で、今まではその僕が対戦してるのをみんな見てくれるだけだったんですけど、ここ2週間ぐらいでですね、視聴者参加型というか、もうみんなと対戦してるようになったんですよ。それはですね、何かというと1週間のランキングシステムを発見したんですよね。これはですね、対戦した記録が1戦ごとにもう消えちゃうんじゃなくて、1週間分対戦成績はね残るの。だから1週間で一番勝った人がこの人みたいにランキングになるようになったんですよね。これがね非常に面白くて、まあ1週目はこの人が優勝しました、2週目先週だな、先週は誰々ですみたいな感じでですね、週間チャンピオンみたいな感じに出るね。で俺が意外と負けてたりなんかしてはい。で実際に僕もそれで参加して対戦をするわけなんで、視聴者の人はそのなんだルームナンバーっていうのがあるんだよ。その部屋の名前っていうのがあって、その部屋の名前を打ち込んで、でそしたらパスワードを打ってくださいねっていうからパスワードを書くと、そうするとその対戦場所に放り込まれて、みんなが適当に組み合わせられるんだけど、そうだから僕もいつもみんなと対戦してるわけよ。結構知ってる人と対戦すると面白いんだよね。お、今野さんだとかさ、うん、あとはね、そう、いろいろお店に来てくれるお客さんであったりとか、あとはもう全然会ったことないけどいつもその麻雀の放送を見てくれる人とかね、いろんな人と対戦するんですけど、なのでよかったらね、皆さんも対戦しようよ一緒に、うん、って思いまして、はい、概要欄にルームナンバーとパスワード書いておくんで、セガネット麻雀 MJ を自分でアプリ取ってそれで参加してくださいよ。はい、まあ、特に商品があるとかそういうんじゃないんだけどさいや、いろんな人が来た方が盛り上がるから、うん、っていうことを言ってました。はい、毎晩10時からやってますので、よろしかったら来てください。はい、麻雀楽しんでやっていきましょう。はい、もう DM より頑張ってるからじゃあね